皆さんこんにちは。今回の動画はウルトラ短いです。髪についた煙の匂いを劇的に落とす方法です。これはですね、順番がとても大事です。皆さんの家庭にあるものでできます。だけど順番が大事です。ではその方法を言います。トリートメントを先にして、その後にシャンプーをするです。なぜかこの順番で煙の匂いが激落ちします。そして強烈に煙をかぶった場合でしたら、2回とか3回とか先にトリートメントをして、その後にシャンプーをしてください。大概の匂いはほぼ感知しないぐらいに落ちるはずです。それではお試しあれ。バイ。